ヒュー・チザムの肖像写真。ジェームズ・イー・パーディ撮影。1903年。ヒュー・チザムは、イギリスのジャーナリスト、編集者。ブリタニカ百科事典第10版第11版第12版の編集長を務めたことで知られる。妹に、数学者、グレース・チザムがいる。ヘンリー・ウィリアムズ・チザムと、ツマン・ナルイーザ。 1824年頃1 9 0 0年、ロンドンのワイン商人の娘の息子として、1866年2月22日に、ロンドンのハーウッドスクエア21号で生まれた。チザムの父方の祖父は、首相初代、グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルの秘書を務めた人物であり、父は財務省、商務長で勤務した公務員だった。妹に、数学者、 グレース・チザムがいる。1878年から1885年まで、フェルステッド・スクールで教育を受けた後、1884年10月23日に、オックスフォード大学コーパス、クリスティ・カレッジに進学、同年より、コーパス・クリスティ・カレッジのスカラを務めた後、1888年に、BA の学位を習得した。1892年、 ミドルテンプルで弁護士資格免許を取得した。弁護士資格免許を取得した時点で既でにジャーナリストとしての道を歩み始めており、セント・ジェームズ・ガセットが見で1892年から1897年まで編集長を、1897年から1899年まで編集長を務めた。セント・ジェームズ・ガセットは保守派に属しており、 チザム自身も保守党のベンジャミン・ディズレーズ・レイリーが提唱したような帝国主義政策と関税改革政策を支持して自由党のウィリアム・グラッド・ストーンを批判した。1898年にグラッド・ストーンが死去してイギリスが巨国哀悼ムードになった時にもどうして過去のことをおことしようとするのかとセント・ジェームズ・ガゼットで批判した。政治以外では文学批評も投稿している。 1899年にセント・ジェームズ・ガゼット編集長を退職した後、スタンダード紙のライターを短期間務め、1900年にタイムズ紙に招かれてブリタニカ百科事典第10版の共同編集者の一人になった。チザムの他には、サードナルド・マッケンジー・ウォレスとアーサー・ツイニング・ハトリーが共同編集者を務めた。ブリタニカ百科事典は1897年に、 ホレス・エーベレット・フーパーが権利を買い取ってオーナーになっており、フーパーの努力もあって1902年から1903年にかけて出版された第10版は商業上の成功を収めた。1903年、フーパーはチザムに審判の編集長になるよう求め、チザムは了承して作業に取り掛かった。チザムがイギリスに住み、フーパーがアメリカに住んだものの、二人の協力は成功し、 1910年には、ブリタニカ百科事典第11版の編集が完成した。フーパーは、百科事典を大衆にも読めるよう改革したいと望み、チザムがその望みを、独学の民主化と形容したという。具体的な手法としては、一つの記事を短くして、記事数を大幅に増やした。しかし、1908年に、タイムズが身を買い取った、初代ノースクリフ男爵。 アルフレッド・ハームズ・ワースがフーパーとのブリタニカ百科、辞典共同出版から手を引いたため、1910年にケンブリッジ大学出版局が参入し、ブリタニカ百科辞典第11版は1911年に出版にこぎつけた。ブリタニカ百科辞典第11版について、オックスフォード英国人名辞典は、オックスフォード英語辞典と英国人名辞典に並ぶ。 文化事業であると評する一方、チザム本人と同じくフェミニズム関係が弱いとしており、共産主義の内容が少なく精神分析学に至っては記事すらなかったなどの問題もはらむとした。チザムはブリタニカ百科事典第11版の出版で名声を大いに高め、同年にはノースクリフ男爵がタイムズ氏の編集者就任を打診してきたが、実際の就任は1913年となった。 1911年から1913年にかけてはブリタニカ年間を編集した。同1913年にタイムズ出版社の役員にも就任第一次世界大戦期は金融面の編集者を務めた。1920年3月にタイムズ市での職務を辞任してブリタニカ百科事典の審判に取り掛かり、1922年に 第11版に3巻を追加する形で、第12版が出版された。1924年9月29日、ケンジントンのコートフィールドガーデンズ3号で、中水節除術を受けた末死去した。1893年7月29日、イライザ・ベアトリックス・ハリソンと結婚、三男を設けた。ありがとうございます。